県が主催する草花体感ウォーキングイベントは、観光客に草花の魅力を紹介する草花ガイドのスキルアップを目的としたモニターツアーです。三原村の星ヶ丘公園には県内各地からツアー客20人が参加しました。そこにやってきたのは、今年1月からタレントとして活動している宿毛市出身の豊ノ島さんです。もし自分が今日本当に新種のやつ見つけたら、はい、名前つけてもいいですか？ちなみに何というお名前を？そう、なんか大喜利大会みたいな。トヨちゃんみたいな。姫のボタンの里として知られる星ヶ丘公園は、山野草を中心に一年中花が楽しめる場所で、今は睡蓮が見頃を迎えています。今回草花ガイドを務めたのは金沢京子さんです。15年ほど公園の植物の世話や案内をしてきました。ミクリと言います。これも絶滅危惧種になっておりまして、ちょうどいい時期にお越しになりまして見られますね。私は去年はよう見ませんでしたけれども。参加した人たちは薬効があると言われる植物の説明を受けたり、牧野博士にちなんだクイズに答えたりしながら、豊ノ島さんと一緒にツアーを楽しんでいました。歩いてそのいろんな説明を聞くと、自分で回るよりはだいぶ勉強になりますし、楽しいです。東京に行ってからはもうこういう緑をね、見ることもなくなってましたし、今回こういう機会をいただいて、なんかおかげでなんかね、こう心も落ち着くっていうか、はい、良かったです、はい。ツアーの後のトークショーでは、豊ノ島さんが意外なエピソードを紹介。大相撲はレベルが高く、入門は失敗だったと感じていたと話し、続けられたのは同級生のおかげだと明かしました。宿毛駅に同級生が、ね、授業中に抜けてみんなで来てくれたりとかして、なんか頑張ってこいよっていうのがなかったら、もう辛くてやめたかもしれないですけど、やっぱりみんなにこう頑張れって出していただいたからこそ、それで頑張れたっていうのもあって、今はタレントとして活動している豊ノ島さん。今後は高知でも活動を増やしたいと意気込んでいます。地元本当に自分も好きなんで、ずっと言ってますけどね、高知に呼んでいただくというのもそうですけど、もっと全国でね、高知を PR していけたらいいなと思っております。